やっていきましょうか。バイオエルラブ。I love you! I love you! そのニットをビリビリに引き裂いた新たなその中に眠っている宝物や果実やら何やらを全部食べ尽くしたい。計画に変更はないわ。その通りでございます。建国に変更はなく、あなたのことを全部むさぼりつく。彼は優秀よ。そろそろ自重しようか、おっさん。まあこの頃のエイダ30歳くらいだっけ？違うの、そうだね、30歳くらいのエイダだから、まあちょうど僕と同級生くらいですかね。はい、まあそんなことを言いつつですね、まあやっていきましょうか。2004年の頃だもんね。片手アシュリ、なんかタイムアタックの技でなんか片手アシュリってあるらしいっすねっていう話をしながら、トゥルルトゥルルレオ、考えは変わった？いや、全然変わってないっす。なんの？諦めの悪いあなたに情報をあげる。ください、ください。どんな情報？今日の私のパンティーは白よ。マジっすか？大変ね。胃が純白な姉さんなんすね。ありがとうございます。でも上は黒なの。上と下がバラバラなんですか？新しいの入ってる。変える時に買うってのが。そう。変える時に変えるっていうのはね、もうあのゲコゲコの関心だ。他にまた来いよ。相変わらず。もうそ。いや、すいません。すいません。相変わらずくだらないことばっかり喋ってます。ちょっと素振りしてみたけどダメだね。やっぱりナイフを使い始めると、ちょっと待って。ナイフを使い始めるとコントローラーがバグるね。今全く触ってない。何にも触ってないね。こうやって動くもん。ほら。待って。ほら、こんなところにさ、皇帝がいたよ。エンペリア。何皇帝だったっけ？忘れた。お手手からあの雷ビリビリ丸くなあれを出す人。ハマキ。違う。特殊変異体。こいつはやるよ。行くよ。でも、あんまり下りたくもないから。ちょ。さあ、でも戦えるかな。オッケー、これやったやつてってつててつてって。ここいるんだっけ？ダリーン。で、あの、静かすぎない？静かすぎて超怖いんだけど。で、あ、そう。おらこっちたらまともに操作ができなくてイライラしてて、バロイ。もっと。足が滑ると私は蹴りたくなるんですよ。やばい。どうなってる。死んだ。あ、よかった。よし。パソコンね、徹底的に調べてみたんですよ、一応。あのね、その、パソコン自体を冷やすためのファンが回ってるわけなんですね。ノート PC なんだけど。そのファンが、どうやらホコリまみれになってたら、その、うまく回らないみたいなことが起こるっていうことがあったら、回らないじゃない、うまく処理してくれないってことがあったんで、パソコンのね、裏のあれをめっちゃ、カチャカチャやって、なんか、プラスチック挟んでさ、爪みたいなのをバリッと外してやってみたりとかさ、おめえいつまでいいんだよ。血出るんかい？まあ、いや、血は出るか。それはそうだ。血が出なかったら中身何詰まっとんねんって話やな。そう。とかね、もう結構作業に1時間くらいかけてね、パソコンの基板の方になってるところをぐりぐりやったりとかしてみたんですけど、結論何も変わらなかった。今のプレイを見ていただいてわかると思うんだけど、まあ、でも適当に出て、あれ？今、操作綺麗にいくな。あ、ちょっと待って、前言撤回。ほい。あ、カキ。ほい。はーい。よし。あー、お縄を頂戴しよう。お縄を頂戴しよう。オッケー。これなんでこいつなんかその光が走ってるさ、ヒーって音がずっと鳴ってんだろうね。不思議な話だよねー。めっちゃ鼻声な気がする自分。鼻詰まって、
めっちゃ鼻詰まってたわ今。そんな話はどうでもよくて、で、ほう。あ、違うな。逆か。ほいほい。オープンセサミカチャコン。なんか、何もないと思うじゃん。そう、金塊が眠っているんです。で、よし、オッケー。さあ、じゃあ行くか。特殊変態。特殊変態、ペンタゴン行こうか。ん、なんか、知らない間になんかすごいあるな。あ、そっか。ほい。違う。違うよ、違うよ。何してんの。スティキン、あとはクラフトボーナス。まだいけるね。よし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 。これだけありゃいけんだろ。よし。ということで、君は首だ。何が？え？なあ、もうこう、こう、お前ビビったわ。お前もうまだいんのかよって思ったら違ったわ。ああ確かに僕は本が好きです。本が好きだけど本に向かって走らないでください。本棚に向かって走ったらキュンはしません。普通にドンってなるわ。こっちこっちこっち。なんかさ、こう。何か似てるんだけど、パッと出てこないな。そう。なんかね、いろんなさ、ゲーム実況者さんの喋ってる声とかさ、その喋り方とかっていうのを聞いたりとかしてたんだけど、なんか僕の声とか喋り方って、普通にさ、キモいぜ！信用に足る腕前ってやつだ。で、テンションで押し切ろうと思ったけど、なんかテンションで押し切った瞬間、すごい今虚しくなったわ。ケースカスタマイズ。違う。カスタマイズしないよ。装備入れ替えしてる。そう。こいつは首です。で、まただから、マティルダに戻す。でも、マチルダ使う、とりあえず使い切るか。何あ、ブラックテイル。ブラックテイルはでもずっと使ってたからね。じゃあ、やっぱ男の、あーん！やっぱ男のマロン使うか。じゃあ、こんなところかな。あ、そうだ、こいつ使わないとね。で、マチルダストックはいらないと。ひゃ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 。じゃあ、こいつ使い切って、パーツ、デッドナイン、オッケー。なんかすごいなんか、こと切れそうな声になってるけど、大丈夫。ほい、オッケー。で、こいつを装備しておく。で、この60発を使い切ったら、いざ行こう。ただね、問題はさ、まあ、クリアすんのむずいよねっていう話もあるんだけど、もう一個問題はね、やつね、銃撃とうと思っても、まともに正面から、もうちょっと食べな？うん。そう、正面から撃とうと思っても、なんかね、まともにさ、これあれじゃないの？コルミロスのさ、白骨化したやつじゃない？そんなのはどうでもいいよね。そう。正面から銃撃とうと思ったらね、後ろからキュン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 してくるのに、じゃ後ろでブンブンブン回してっからさ、いないんだよね。あれ、ここいたっけ？いないね。すごい静か。な。金ばっかりだ。金はね、まあ、あった方がいいんだけど、どっちか玉が欲しいな。たまたましたいよね。よし。チャキ。ふっ。深い。いた、黄金伝説。黄金伝説めっちゃおるな。一体やる？反応しねえ。全然反応しねえ。さあ、で、俺いつもね、間違えてさ、うわ、金めっちゃ手に入ったな。なんぼ手に入んの？そう。あのね、黄金伝説じゃなくて、金を、リロードをね、いつもね、先走っちゃうから、それだけ注意しなきゃいけないね。こいつはもう、ここで使い捨てだったら、動く？動いてくれたら嬉しいんだけどなぁ。後ろでキュン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 してやがるしなぁ。うわぁ !3 体ともまとめて動くのね。ご一行ですね。はい。で、なんか敵が動き始めるとさ、急に。おぉ早い、素早い。早くて安くて安心ね。おぉほら。よし、一発目ー。えって早っ早いわー。よいしょ。100% キュンだからもう仕方ないよね。
あーもう無理だ。よいしょ。お、いいね、いいね、メレイ。邪魔だよ。邪魔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 。ほんと銃構えた瞬間に動きがもうとろくな。よいしょ。おい、うわー、おめえかよ。後ろからそんなスライダーのごとくドキンドキン。あー、わー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 、さすがだ、やるじゃねえか。おら、ワクワクすっぞ。うい、甘い。よし、あれ、よし、オッケー。あ、ダメだ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 。よし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 、パーキーン。ドロイは。よし、おら、お首チョンパー、お首チョンパー。よし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 、あれ、お首チョンパーしない。ふっ、あぶれ。なんだ、おめえは命令させてくれんのかよ。命令さんの羊。やばい、来てる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 。あ、来てなかったわ、全然来てなかった。めっちゃ来てるやーん。よいしょ、このフラフラしやがって。あー、こいつはダメか。なんで攻撃しねえのかよ。この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 フラフラララララ、フラフラフラミング。よし、おめえ、おめえいつまでそれかぶってんだ。よし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 、まずはおしまいです。でひゅー。いや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 、おかしい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 、おめえがフラフラすんのはおかしい。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、向かってってからのカキン。あー、ちょっと待って、タイミングが、タイミングと向きがほんとおかしいよね。なんで、ダメです。よし、一発目、慎重に狙ってカキン。こカキン。よし、裏裏裏裏裏、あ、裏裏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 裏柱、柱を使って隠れ、あー、あー、全然ダメだ。ほら、よし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 、今のうち、今のうち、ダメです、ガキン。よし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 、重いだろそんなの。さ、さ、外したまえ、外したまえ、俺が外してる。うっ、あぶれ。よし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 、んでっからの、よしよしよし、切れた切れた切れたよ。何発ずつ、16発か。このくらいがちょうどこう弾の節約にはいいのかもしれない。ふっ、ほいほいほいよ、ガキーン。甘いぜ甘いぜ、姉ちゃん。兄ちゃん、こい、甘いぜ姉ちゃん。お、いいね、メアリアッシャー、ザーバビサロセイ、でっか。よし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 、こい、よっしゃー、きゃー。操作なんかまともにできなくても勝てるんです。うり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 、は。急に調子に乗ってみた。あ、いけない、そう、ちょっと調子に乗ってみたかったっす。でもダイヤモンドなんだよな、でもダイヤモンドなんだよな、所詮その程度なんだよな。どうしよっかな、そうだ、素材 S は、え、素材 S ある、素材 S ないよね。じゃあちょっと久々にこれでもやっか。ほら、ワクワクする。でもね、お金あってもできないもんね。違う。ほい。違うよ。ほい。ほい。で、ちょっと待って。どっかに王冠なかったっけ？あったあったあった。こいつはやっときたいよね。
違うよ、君は安い。ほい。そうそう、やっぱね、こういうね、ちょこ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 としたね、お金稼ぎをやっとかないとね、子供にランドセルも買ってやんねえからさ、本当に、お小遣いは貯めていくに限りやすよ。ほいほい。チェン。え、これは、あー、なるほどね。緑色。あ、昔こういうのをさ、あの、インディン・ジョーンズの最後の聖戦っていう作品でさ、このなんかきらびやかなやつを飲んでさ、悪の、なんか ボス役のやつが死ぬみたいなやつがあったよね。まあ、とどめさしたのはエルサだったっていうね。ほんと、悪いや。とんでもない悪女だよっていうね。これはもうなんかもう、あ、多いやつ同士で、こんな感じですわ。はい。徹底とは何かっていうね。まあまあ、そういう、ちょっとした適当さ加減もありっちゃありだ。さあ、上へ参ります。いやー、でもなんか、今回、しっかりとやれたんで、あ、そっか。ちょっと待ってね。帰るというか、次のところに進む前に、ちょっとやり残しがあるので、あ、レッドナインに関してはあれなんだね。なんだっけ。あいつはないのか。なんか、銃の本体に弾仕込んどくやつみたいな。ブラックテイルとかさ、SG5? すぐに切れる5分前みたいな。違う。鼻が詰まってます。よし、じゃあ、オープン。依頼やっつけやしたー。やるだろう。だからさ、そろそろさ、2、3、4、持てて相変わらずのパチパチやな。こいつはいらないと。いい意味で、もちろん。いい意味で、いい見て、あ、ビバッター。どんな価値ある品だって、墓までは持っていけねえぜ。ああ、その気持ちには同感ですね。いつもで、その話をこの間さ、なんか金なんか貯め込んだところでさ、その墓まで持っていけないんだぜって言うんだったらさ、もっと使えよって会社の人に突っ込まれてさ、それはその通りだな。使ってない俺が言うんだもんなっていう。そうなんですよ。ああ、しまった。アーバー回復させなきゃいけなかったな。ま、そんなことを言いつつ、とりあえず一旦戻りまーす。シューシュ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 。戻ってほーい、戻ってほーい、戻って戻って戻ってほーい。さあ、果たして一体どうなるのや。そうそう、やり残したことっつうのがさ、あれなんすよ。こっち行った時のあの立方体で開けるやつね。あれを忘れてたから、それだけはちょっとやっていかなかった。マスオさん、こんなところで狩りしてるんだ。ササエでございます。お魚加えたオープンセサミン。まだいんのかよ、おめえさん。大変だね。ここは、あ、ないよな。こいつを開ける小さな鍵、小さい空きってあとどこで見つけるんだろう。小さい空き、あ、ちょ、勢い良すぎる、勢い良すぎる。こうの、こうの、ほい。あれ違うな。こうか。ガチャコン。イェーイ。何が開いた？ほう。やった。これは、おっぱい。あ、なんか、そういう、なんかもう、あれだよ。言っちゃいけないこと言ってるから、もう、ダメですって言って。あなた、返しません、通しません、かっぱえびせん。やられちゃったね。よし、じゃあ、まあ、なんかもう、わざわざカッチンカッチン言うのもあれだから、こっちから行ってみようか。こっちまた敵復活とかしてんのかな？下降りたらいるとか？さすがにいないね。ちょっと待って。めっちゃいるやん。あ、いいエスター。めっちゃおるやん。なんだ。なんだ。ただの残像か。違う、残党だね。ほいー。もうね、諦めた俺にはね、怖いものなど何もない。いいの入ったろ。あー！もう戦闘が始まるとすぐこれだ。なんだ、何のハンデなんだろうな、これ。戦闘が始まると、ほらほら、壁、もう、まともに操作ができなくなる。なあ！なあ！
まあ毎回なんかどっかで叫んどいた方がいいかなと思って今叫んでみた。何の需要もない。よし。んで、あ、ちょっと待って、今のさ、なーって叫んだせいでさ、ちょっと待って、歯食いしばりすぎてめっちゃ歯痛いんやけど。あー、そしてカクカクになっている。で、いるし、松明やろう。あいつなんとかやり過ごしたいね。で、ここ復活してる？え？あ、ブラックバスダイだ。あ、いるいる。ふぇー！ふぇー！ふぇー！あ、痛い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 。まあ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 、そんな、怖くないよ、怖くないよ。ただ、ただ君を切り身にするだけだよ。オッケー。怖いな。それは怖いか。切り身にされたたまったもんじゃねえの。これか。あ、痛い痛い。でかっ！バンカーバスは一匹だけだもんな。もっといたら嬉しいんだけど。おい！ちょっと待って、なんか、あれ？最初来た時ブラックバス、普通のブラックバスしかいなかった。なんか台ばっかりになってる。成長した？でかくなってるね。ま、そんなことを言いつつ、じゃあ行きますか。じゃあ次回からちゃんとパート進めていきますんでね。ぜひお楽しみください。こいつ気づいてねえし。じゃあ、おやすみなさーい。で、ここ普通にさ、回ったことないんだけど、他にも敵いんのかな？よし。よし。じゃあ、一旦、こちらでセーブをして終わりにしたいと思います。特に、あれはないか。あ、そっか。一回だけやっとくか。そろそろね、ショットは欲しいよね。うん、よし。オッケー。ようこそ撃って撃って撃ちまくれ。まあこれで手に入っても均等感集める意味がないんだけどね。ジュワン。ロケットランチャー 20% オフ。なんだこれは。もうあれだな、ロケットランチャーを買い占めろってことか。上へ参ります。チン。あ、早かった。長い。はい、ということでね、今回はすいません、ちょっと金色のオナゴをちょっとボコボコにしばくというだけの回だったんですけれども、お楽しみいただけたでしょうか。じゃあ、また次回で、ジョンの1ちゃんと進む、4の1じゃない、これチャプターがもう10かな、進めていこうと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。チェックメイト。これどっちが勝ってんだろうね。まあでも白かな。はい。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。チャンネル登録もよろしく。